渡辺裕太選手より皆様にご挨拶を申し上げます。
お会いして、ちょっとですが、ご交差させてくれたら、よろしくお願いします。そして、さっきの道に行くと、あれ、そしてここでゲストがご来場させていらっしゃいます。ヴィッセル神戸で共にご活躍され、現在は YouTuber としてもご活躍していらっしゃいます那須大輔様です。それでは那須大輔様より渡辺選手へメッセージをお願いいたします。で、レアは山本町の皆さん、那須大輔です。はじめまして。まずはこの素晴らしい、ほぼ最終戦ということだったと思うんですが、素晴らしい環境で、なんか2年間、レドが山田としてプレーしたのはすごく、ダメ自身幸せだったと思います。本当に皆様の後押しがあり、ダメがピッチで皆様の思いを背負う、表現できたかなと、今日思いましたが。で、ダメのメッセージもあったと思うんですが、僕も同じ、まあ、ちょっとゴールが見えないということを思ってて、その当時からナビに聞いてました。彼が抱えて不安だったりっていうのは、常に不安が出ていたんですが、まあ、それでも彼の性格も変わってますし、真摯に常に向き合う姿勢だったり、自分に言い訳を言わない緊張が出てくる、そういう部分があったので、もう常に、まあ、勝利のために、チームのことを考え、自らが犠牲になり、
戦うことを知ったので、それで最後までに向けたのかと思います。まあ、この場を借りて本当に、名古屋2年間支え続けていただきありがとうございました。まあ、名古屋は柏レゼルクに、天皇杯一緒に優勝してセンターバックと右サイドバックで一緒にやらせてもらって、その後ヴィッセル神戸で、まあ、先ほど前川綾が温かすべきのメッセージをくれましたけど、まあ、ダイヤ、僕、鍋で、ね、3人で並んで、わちゃわちゃしながらすごくいい深く濃い時間を過ごさせてもらいました。なので本当に鍋のプレーを出しても部分も知ってますし、人間も知ってます。で、まあ、鍋もそうなんですけど、先ほど菊池選手もそうだったんですが、ここまで記憶に残せる選手ってサッカー界は少ないと思います。こうやってサポーターを巻き込めるとか、チームメイトを巻き込める選手、チーム、スタッフをみんなを巻き込んで勝利を導ける選手って少ないと思います。彼が残した言動だったり行動だったり、たくさんこのピッチで残したものっていうのは、今いるフレドマヤマの選手、スタッフもそうですし、サポーターの皆様がしっかり受け継いで、これからもこのチームの礎を作っていただきたいと思います。それぐらい本当に貴重な人間だったと思います。本当に、まあ、鍋には、まあ、僕自身もすごく人として、尊敬できる部分、刺激を受ける部分がありましたし、まあ、プレイヤーとしてはヘディングがね、特徴的な選手でしたし、まあ、対戦相手でも、まあ、チームメイトでもすごく楽しい選手だったと思います。で、これから、まあ、第2の人生ということで、なるべく進んでいくと思うんですが、まあ、皆様の変わらぬご支援というところは、なべ自身もサッカー界に携わると思いますし、皆さんに恩返しするという意味でも非常に、助けられるところだと思うので、これから渡辺プロ君の、応援をよろしくお願いします。最後に本当に見つかったの皆さん、ありがとうございました。皆さん、大臣様、ありがとうございました。ありがとうございます。